今日は前回、えー、予告した通り、アンビックスのパラケルサス、う偽作、そして金属編成という特集号に日本から参加して論文を寄稿してくれた村瀬アマデオ君を特別ゲストにお招きして、えー、彼の論文についてね、その背景とか、どういうきっかけで えー、これを書くに至ったのかそれからあの、まあ、時間を許す限りで、えー、どういう苦労があったのかとかそういったあことを聞いていこうと思います。ますすどうぞよろししくお願いしますはいえとまずこの図像を見せてるのはその特集号「アンビクスの」の表紙なんですけれども。お 僕と一緒にそのへん、えー、特集号を監修した、えー、ディディエ・カが、えー、ディディエが選んでくれた図像があこの表紙に入ってるんですけれどもこれをよく見るとアマデオ君の論文のテーマであるホムンクルスその小さい、えー、人造人間ですかについてのお画像になっていると。 ちょっとその画像をまず皆さんにお見せしたいと思います。うん、サイズを大きくすると出てくると思うんですけど。天城くん、ちょっとこれを、うん、見える感じで今、今、はい <laughs>。まずだからあのフラスコのような形のね、 ものがあってその中にちっちゃい赤ん坊のようなものがねうずくまっていると、うんで。それが置かれているのが炉ですよね。だからオーと言ったらいいのかしら。うん、で、その下に、またあの前に座ってる人がね、ふいごを持ってるわけですよね、左手に。うん、で、そのふいごの、まあ、ちょっと前ぐらいかな、その、えっと、炉の部分にまさに穴が開いていて。 えー、そこからその薪と火が、ねえー、燃え上がっているのが見える、要するにそこでまさに火を焚いていて、その上にフラスコを置き、その中で、えーまあ、おそらくこれがホムンクルス、小さな小人間が今、まさに生ま,れ <laughs> 失礼、えー、生まれつつあるところだというのが、えー、この絵ですよね。うん で手前の方にはまあちょっとね、うん、シルエットとして描かれてるのがなんかこう上流機器のような、うんうん、からやっとこっていうんですかねそのトングみたいなものがあったりして、うんでうん、ちょうどだからまあこのモチーフはまさにあの僕がパッと見これどこ出展が僕まだよく知ってないんですがあの、うん、まあファウストの第2部にまさにこういったシーンが出てくるわけですよね。ファウストの えと弟子にワグナーという人がいてでそのワグナーがまさに錬金術的な、えー、実験室中世風の、えー、ミドルエイジ風の、えー、実験室で何やら実験をしているとで、うん、そこでまさにそのフラスコの中で、えーと ホムンクルスを作るるんんだなんていうところがあるわけですよねそういうシーンがあってでおそらくこの、ま、真ん中に不意語を左手に持って右手をちょっと指に加えて後ろを振り返っているのがもしもこれがファーストの挿絵だとするとワグナーであって。 後ろから覗き込んでいる男性が、えー、もしかしたらだから、えー、メフィストフェルスなのかなとか思ったりもします。以前、えー、にするの非常に錬金術、まさにゲーテーとホムンクルスってよく結びついているわけなんですが、えー、その結びつきはこのファウストというあの作品であるということが、まあ、この辺から見てねちょっと思い出したところですあの。ファウストについての図像っていうのを天マ君が用意してくれているので。 後で、で、はい、<coughs> ああの話のついでで、えー、もう一回後で見せられればいいかなと思うんですけれども、うん、まずその論文のお1ページ目を見せつつお話を、えー、聞いていこうかなと思うんですけれども、えー、題名はホムンクルースとパラケルサスのおリベルデ・イマギニビュス、像について っていう書物ですかそうですね。だから、うん、あの、2つの、まあ、テーマからなっていると言えるんですよね。で、一つがそのホムンクルス、先ほど今、えっと、平井さん、ヒロさんに画像を映していただきました、ホムンクルスというアイデア、えっと言ったらいいのかな、がありつつ、えー、もう一つそのパラセルジアンという言い方は、パラケルススのという意味合いだと思うんですが、えー、リベルデイマギニブス。あのー リベルっていうのは本ですよね。でっていうのは何々について、英語の about とか on とか of って感じだと思うんですが、イマギニブスというのは、えー、ラテン語、これ全部リベルでイマギニブスラテン語のタイトル。 ドイツ語で書かれてるんですが、ラテン語のタイトルで、パラケルススはいつもそうなんですが、えー、ラテン語風にタイトルをつけるんですが、イマギニブスのまあの図、うん、図像ですよね。英語でしたらイメージ。でイマギニブス、これは複数形のいわゆる脱角ってやつなので <laughs>、イメージ図ですよね。ごめんなさい、ちょっとね、細かな話なんですが。だから、図像についての本とかね、図、えー、図、そうですよね、図についての本なんていう、えー、というパラケルススの書物がある。 この2つがテーマになっているわけです。あのー、もともとのきっかけっていうのは、うんえー、名古屋大学出版会から出ているルネッサンス自然学というそのルネッサンス期のいろいろな科学に関する書物<あ>を翻訳して 集めたあ、まあ、翻訳修正、それが上下2巻本で出てるんですけれども、その中に、天マ君もこの像についてを翻訳して、えー、翻訳して参加しているんですよね。うん、そうですあ,あ,れあれはいつ頃出たんでした あれがね、出版サイトは2017年ですね。2017年の名古屋大出版会で、<ー>ちょっとだけ今、図像を見せて、こっちいただいてもいいですかあ、はい。画面の共有で。一応 <coughs> タイトルだけ。ご存知の方は多分ご存知かと思うんですが。<coughs> 画面共有。これできてるかな見えてますかあ、違うものが見えてるはい。はい、おちょっと待って、もう一回やりますよ。いや、出てたよ。出てた 出てます大、ね、大丈夫大丈夫大丈夫ああう自然学、池上俊一さんが監修なさった、あまあ要するにその今、平井さんおっしゃった通り、まり、あ、当時の、まあ、科学、自然学とここで呼んでますけど、そのまあルネスタンス期でえー、っで、いろいろ本当にアンソロジーとなっていて、でこの話が出てきたのが、あのもう、 多分平井さんもご存知だと思うんですがこの辺のいきさつは、えー、といろんな、まあ、イタリア系とかドイツ系とかフランス系とかイギリス系とかそれからもちろんラテン語系も入ってたんですがパラケルススについて えー、もうこの中で取り上げようという話がもともとからあったらしくて、うんで、翻訳者を探していたわけですよね。うん、でもうこのあの、池上さんの中でアイデアとして、このパラケルススは取り上げますということだったと思うんです。その中でもうタイトルもあの決まっていたんですよね。それがあのこのリベルで今ギニブスだったわけです。実は僕、この翻訳をする前、もうすでに1回は読んでたものではあるんですが、うん あのそれは僕が博士論文やってる時にちょうどこの実はリベルでイマギニブスっていう中にはえ週末論またあとで出るかもしれませんが週末論的な内容というのも含まれていてちょっとその関連で僕この,あの本は読んでいたんですパラケルススのこのリベルでイマギニブスその週末っていうのはウィークエンドの週末じゃなくて <laughs> この世の終わりという意味の週末ですね。<laughs> エスカトロジーとか,だから世界の終わりそういった意味で、うん、でだから不思議な本じゃ不思議な本なんですがこの像についての。 じゃあもともとその君に声がかかった時にはもう像についてを訳してほしいっていうのはもともと池上さんの方のアイデアとしてあったってわけですね。うんうん、そ,うそういうことだと思います。うん、だから僕が必ずしも今回、あの何て言うのかな、この少なくとも、えー、と名古屋大出版会のアンソロジーのために僕が選んだわけではなかった。たまたまもう決まっていたので。 ゾウ、えー、についての書を訳してくれる人を探してるというところで僕をあのせ、えー、示していただいたわけなんです。そこで初めて、あのもう一度初めてとい、ね、改めてあの最初から最後までしっかり読むという機会が得られました。だからそれが、まあ、2016年ぐらい、結構もうギリギリだったと思うんですが、あ与えられて。 ですでまさにあの前先ほど言った通りあのずい随分前からもう読んではいたんですがここそこまでしっかり読むっていうことがなかったのでまあ、今回このアンビクスの論文になるまでに至ったのはやっぱり一つ大きなきっかけとなったのが先ほど言った、えー 原点ルネッサンス自然学という本での,あの僕のお仕事が最初だったというのです。これがまあ本格的なリベルでイマギニブスとの出会いだったと思うんです。あの翻訳自体は大変でしたえっとね大、長さはまずそんなに長くないんです。うん、ただ、えーっとまあ、ヒロさんもそれから、ね、他パラケルセス読んだことある方よくわかると思うんですが、 まあ、取り留めが当時の,そのルネッサンス的なルネサンス時代、まあ、この時代ですと16世紀17世紀の、まあ、普通に書物を書く人といったらまず必ずその人文学的な、えー、素養を持っていてで極めてきれいに、えーね、それがラテン語であると、まあ、いわゆる他の各国語バナキュラのな言葉で書こうとしても極めてきれいに、えー、書こうとするところが、あのー、このパラケルセスの、えー、像,像についての書 うはですね非常にまあパラケルス的なんです非常に呼びづらいあの場合によってはその繰り返しがいっぱいあるしあ話があっちに飛びこっちに飛びでまた戻ってきたと思ったらまた変な方向に行ったりするということがあって非常に冗長冗長性があるといったりのかなそれから、まあ、やっぱり文法的にもかなりあの壊れちゃってるところもあったりする。 ので,、うん、で一つ、これはまあパラケルスの特徴とも言えるんですなんかもう全然遂行してないような感じ、もう、えー、書,いて書,いて書いて、書いて、書いてとりあえずそのままバーンって取っておくでそれがいつの間にか出版されちゃったり、刊行されちゃって流通しているという状況のような本であのまず非常にかなりなんと言ったらいいのかな畜語的に訳すことが非常に難しい。 とといいうのはあったと思いますうん、うん、もちろんあの、あらゆる翻訳が畜語でやってったらなんとかなるって話にはもちろんなくて、ある程度、そのね、言葉を選んでいくとか、えー、と構造を捉えた上で、えー、言葉を選びながら翻訳していくっていう作業があるんと思うんですが、うん、なかなかだから、その辺は大変でした。畜語っていうのは、一一語一語って意味ですね、そうね一語一語ワードフォーワードでやってったとしても、うん、非常に難しいことになる。 あのパラケルサスはよくそのこう自分は喋ってって秘書に書き取らせたっていう、うん、口述筆記という方法をよく使っていたっていうふうにいろいろな書物には出てくるんですけどもやっぱりそういう感じでその現代人があ書物を遂行あ書くときにね原稿を遂行するのとは違って いろいろアイデアがあっちへこっちへ飛びながら話が進んでいくっていう感じはあるんでしょうかやっぱりそういうところありますよね、うんで。まずやっぱり書き取らせてるんでしょう。要するにその書き取らせてるってなぜ書き取らせてるかって自分はもう思いつくまま喋ってる。うん、それを誰かがもしくは自分で書いてるのかもしれませんが思いつくままをどん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 書いている。例えばだから僕らがね論文とか皆さんもレポート書くときに何かこう。 一応そのメモみたいのを作って、ね、構造を考えてこの段落ではこの辺でこんなことっていうところを、まあ、そのまま吹っ飛ばして <laughs> 頭の中にとりあえずあってそれをなんか出しながらもう書,書いてる書きながらだ頭の中のものを出してるっていうような状況なわけですよねでそれがいずれにせを <coughs> 自分で書いたのかそれともね書き取りディクテーションだったのか書き取らせたのかわからないんですが、あのー、そのまんまなんですよねそれをもう一回、うん <laughs> ね、一回その草稿としてドラフトとして出来上がったものをどんどんそのブラッシュアップしたものが残されているわけではない。と僕はあのパラケー説いろいろ読んでたと思うんですよね。もうひたすらドラフトという形でもボン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 書いていっては。 えー、次のアアイデアがどんどんん出てきちゃうわけですねそうするとまた次の新しい本を書き始めちゃってんでどんどんあのブラッシュアップする前にもうテキストがどんどん新しいテクストがどんどん出来上がっちゃってそれがそれぞれのタイトルがついて何、えー、か後世に残ってるような感じが僕はあのパラケルスの文章っていうのはそういうところがあると思うんですがその中でもやっぱり特徴的によくその特徴を表してるんじゃないかなと思うのがこの、えー、リベルで今ギニ分数です。あのー ページ数を覚えてないんですけど、大体まあ、うん、そんなに長くはない論考ですよね。そうですね。うんで、像についてという題名がついている割には、<laughs> うん、もっとおキリスト教の聖書学というか聖書の仲介みたいな感じで、うんえー、いろいろね、 聖書の知識がたくさん、うん、散りばめられてい,るいたなという印象を受けて、あとはその途中からホムンクルースに話題が移っていったような気もするんですよ。うん、あの、非常にこの今何章あるのかっていうと、例えば、ごめんなさい、13章あるんです、全部で。うんうん、で、えっと、翻訳のページ、日本語のページ数、今これ、 見えるかしらこんな感じで、2>, うん、2段組になっているわけですが日本語の本、日本語の翻訳でのページ数を言うと、558ページから575ページまでですから、20ページないんです。うん、日本語の翻訳としても2段2、えー、2段組でね。非常に短いんですが、いろいろなことを実際あの書かれているわけなんです。 えーとね、僕の解説をちょっとだけ読ませてください。本書で扱われるテーマは幅広く、まず偶像批判及像、および聖造、聖なる像の教育的利用の主張から始まる。これは当時の宗教改革運動とそれに起因する製造論争,製造論争への応答となっている。うん、そういうところがあるんです。やっぱりこの時代があの、またちょっと後で話すことがあるかもしれませんが、宗教改革を 背景にしている部分がやはりあって、それは多分今、平井さんが言っていた、あの聖書を参照、聖書を参照するというのは大変多いところは、多分その辺に僕は原因があるのではないかな、すなわち宗教改革との関わり、それからそれに続いて、先生術、錬金術、色彩論、えー、印の理論、事物の手相術、語布と記号古代の神々の、古代の神々の起源、偶意的な文章学、 想像力、イマギナツィオ、そのイマジネーションですね。イマギナツィオとゲミュート、心情と訳,訳しました。心の情けと書いて、心情。そして、ホムンクルスなどが扱われる。著者はこれらを包括するものとして、魔術、クンスト、マギカを位置づける。 えー、さらに悪霊と関,関わる横島な妖術からの差別化を図りつつ、細かな聖書参照によって自然魔術をキリスト教的に正当化し、価値づけようと試みる。これ、僕、あの解説として一つ書いた部分なんですよね。あのまあ、あの細かなところはちょっと置いておくとしても、あの先ほど言った通り、えー、先生術とか錬金術とか色彩論、印の理論、五富と金を、えー、古代の神々、えー、文章学、それから、 ホームクルスといった形で、ようやくここでホームクルスが出てくるわけなんですが、リメルで今です。非常にでも多彩な話ではあります。うん、あのー、<laughs> ドイツ語の原点以外では、<laughs> 現代語訳っていうのはあるんですかえっと、現代語訳はないはずです。僕は探した限りなかったです。<ー>当時に、要するにラテン語、当時っていうのは、うん 17600年代の初頭かなに、えー、とラテン語に訳されたそれもいわゆる前週ですね、うん、パラケースの前週フーザー版ってやつがあってそれの、えー、ラテン語版ができたぐらいのはずです、うんうん、だから近代語訳としてはここにも書いたんですが近代語訳としてはこの翻訳が初めてのものであると僕は主張しています <laughs> まあだからあの、うん、出版されてまあ,あのカタログで調べられる限りでは世界初であると うん、そういう,う現代語訳として。つまりあの案外いい研究者なりその、まあ、興味を引かれる興味,をも興味いろいろな関心を持っている読者がなかなかとっつきにくかったというかそうねあの、うん、パラケルサスの古いドイツ語版と。うんうん それからあーラテン語訳しかないっていうのがそのあんまり現代の研究者があ読んでこなかった理由なんじゃないかなと思うんですけれどもそうですねやっぱりパラケルシスス、まあ、特に20世紀に、ね、なってからパラケルススの研究というのは随分進んだわけなんですけれどもその中でやっぱりパラケルススがなぜ、ね、20世紀研究が進んだのかっていうとやっぱり 医学者ですよね、医学書と医学,し医学思想に特に注目が与えられ、注目がび当たったわけですよね。なので、特にやっぱり医学論に関するものは徹底的にこう掘り下げられたという経緯があったと思うんです、20世紀、21世紀前半ぐらいもずっと。 その流れの中で、やっぱりこのリベルで今とイマギニウスはちょっとその外れてるわけですよね。うん、パラケルシスはあの医者です、医師なん,ですなんですが、いろんなことに手を出してて、こんな本も書いてるわけなんですが、まあ、まずはやっぱりその科学史とか医学史の観点からパラケルシスが20世紀は大変評価された、研究が進んだという意味です。なので、その流れの中ではちょっとその位,置けられ位置づけにくい本ではあることは確かだと思います。 まあだから当時の医学で言えば例えば梅毒みたいな性病それからペストそういった、あのー、当時の人たちが一番関心を持って議論をしていたっていう、まあ、それに対して、えー、研究者たちもおそういうのを知ろうとしてパラケルサスのお医学書を見ていこうとするとおこの書物っていうのはちょっと。 その,その他に入っちゃう感じで、うんあの、注目されて、あまり注目されてこなかったっていう感じですよね。まあうん、で、いろんな話題にこう、渡っているので、短い中で、うん、どうしてもその中で何を言わんとしているのかっていうのを掴もうとすると、おなんか寄せ集めに見えて、議論が見えにくいと。 なんかそういうところがあるんじゃないかななんて思うんですけれども。あのもう1点だけ今ちょっとあの補足なんですが、うん、この10年ぐらいは、うん、あのちょっとだけこれあの、やっぱり研究が少し進んだんです、このリベロ・トナギ・ニブス、像についての書は。うん、で、先ほども言った通り、これがその宗教改革期に宗、宗教改革の時期に現れた、えー、図像に関する理論書である。 とというう点はやっぱりあるんだと思うんだ思ですよね、うんうん、ちょっとだけ話が出ましたが宗教改革が始まってであのまあ要するにカトリック信仰とどうやって、ね、距離を取るのかどうやって違いを見せるのかというところでいわゆる聖像聖なる像例えば今でも、ね、ヨーロッパとかアメリカもそうでしょうけどもカトリックの教会に、ね、聖堂とかカトリックの聖堂に入るとさまざまなその絵が飾ってあっていわゆる聖像ですよね。それはその聖,書に聖書の 聖書記事、聖書の物語を、まあ、図像にしたものが、えー、いっぱい書かれている。まあ、もちろん有名なのは一番、例えば天地創造とか、うんね、最後の晩餐であるとか、えー、そういったものがあるわけでしょうけれども、そういったものに対して、プロテスタントは、あのまあ、プロテスタントいろいろな立場がその当時からあったわけなんですが、そういったあの図像、要するに、えー、っと、 聖書に書かれている内容もしくはそこの,聖書,の描かれ聖書に出てくる人物を絵で描くということに関して非常に禁欲的に考えればこれは偶像崇派に。 当たるでではなないいかという議論も可能なわけすその神本来を崇めるべきなのに神を描いたもしくはイエスを描いたものを崇めてしまうこれはまあそのまま偶像崇拝になってしまうではないかといった議論がまあその当時宗教改革期に起こってくるで、うん、あのまさにそれがあの激しく進むとイコノクラスムといった形でその全ての製造をまあ取っ払ってしまおうと。 いう形になって、できるだけどん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 そうすると、教会の内部が質素になっていくわけなんですが、うそういった中で、そのそもそもじゃあ、その聖像と呼ばれる聖なる像、教,教会のいわば教化、えー、信仰のために描かれた絵、図像というものはどういうものなのかというのが、やはりその16世紀前半によく盛り上がったわけなんですねそのプロテスタントの内部で特に、だと思うんですがで、そういったところの流れの中で、えーと 現在この10年ぐらいだと思うんですが、21世紀になってから、えー、宗教改革研究、宗教改革研究の中で、このうんとパラケルススのリベルでイマギニブスも取り上げられることになったんです。でそういった流れの中で、いくつかあの一つ重要なモノグラフと言っていいのかな、一つの端調が成立しています。だからそれはもうもはや、いわゆるその科学史とか医学史の観点ではちょっと違う。 そのまさに宗教改革における図像学であるとか、まあ、中世からつな,がるつながるそういった、えー、イメージ、えー、絵を描くことはどういうことなのかという流れの中でパラケルスを位置づけるといった研究が、えー、進んでいたとも言えいました。ということが、えーうん、ただちょっとね、やっぱり何の繰り返しになりますが、医学史科学者とはちょっと違う方向から、えー、興味が当たってたということです。えーでまあ、それを読んでいて、えー、この 像、えー、についての書、像についての書を読んでいて、まあ、そこにホムンクルスも出てくるんですけれどもあの、この論文、ホムンクルスについて書こうっていうふうに思ったきっかけっていうのは何だったんですか <coughs> 何だったんでしょうね。まあ、いずれにせよ、そのホムクルスが出てきたあたりで面白くなるわけです。このリベルでイマギニブス。な、結局そこまで行くのかよみたいな話で。最初宗教改革の話で、あの、宗教改革の中を背景としながらもパラケルセスは、このリベルでイ,イマギニブスについて、イマギニブスの中で、え製造なるものは良いものなんだということは、 あえて言うわけなんか彼は慎重に特にその前半の第1章とか第2章あたり第3章ぐらいまでかな、まあ、かなり、えー、と像っていうものはそれでもいいんだ要するにそれはキリスト教の信仰にとって役に立つ上ではいいんだよっていう立場を取っていくわけですよね。でまあそこからスタートしていわばその先ほども言った通りあり、のー、まあ擁護するわけですこの図像というものについて。 でそこから始めてって、だから錬金術やら色の話がついて、要するにまあ錬金術の、まあとで出てくるかな、錬金術、その色の話とか、紋章学なんていう方で、それも紋章っていうのもやっぱりイメージなわけですよね。で、ここで出てくるホムンクルスっていうのも、え先ほど見た、あの平井さんが紹介してくださった、今回のアンビクスに出てくるあのフラスコの中,ででの中で作られる人造人間としてのホムンクルスではないんです。 リベルデイマギニブスで言われるホムンクルスは。何度も言っていると、このリベルデイマギニブスは像についての書、イメージについての書なんです。で、この書の中で言われているホムンクルスは、要するに人間のイメージなんです。うん、具体的に言うと、それは土とか、えー、と金属とかで人の形にして、えーした、要するに人形なんですよね。人の形をうん 像人のイメージであるという意味でホムンクルスを言ってるわけです。なので、我々にとって一番身近な考え、一番わかりやすいのは、藁人形、呪いの藁人形とか、ブードゥー人形のことなんです。もちろん、ハラケルスはブードゥー人形とか日本の藁人形なんか知らないですよ。でもちろん、これは中世からのそういうい人形を用いた なんつったいいんですか、ね、イメージマジックといいんでしょうか、頭像魔術の、まあ、おそらく伝統に連なるものなんですが、彼はそれをこの書の中ではホムンクルスと言ってるわけなんです。うん、で、だからここだとややこしくなってくるわけなんです。パラケルススのホムンクルスと言ったら、あの錬金術的なフラスコンの中で作る人造人間のことでしょうと、僕らなんとなくイメージ持ってると思うんです。うん、ところが、 パラケこのリベルデイマギニブス像についての書で書かれているホムンクルスはそれじゃないんです。あれ、うん、すなわちパラケルスがホムンクルスと呼んでいるものはあの唯一一つのものではなくてどうやらいくつかパターンがあるそうだっていうところがなんとなく見えてきたわけなんです。うん、でその辺のことを、あのーまあ、類型というね要するにそのタイプがいくつかあるいくつかの類タイプがあって。 でそれを少しちょっとまとめていきましょうっていうところがこの、えー、今紹介してくださったこの僕のアンビクスの論文の後半部分なんです。うん、なので少しちょっとねホムンクルスパラケルスそのリベルでイマギニブスの話をしつつそこからホムンクルスが出てきてでホムンクルスっていうのはでもそこの中ではブードゥ人形の話をしていて実は錬金術のホムンクルスではないあれ じゃあもう一回パラケルセスの中でパラケルセス文書という言い方をしていますがパラケルセスが残した書いた、えー、書物群の中でホムンクルスというのはどんなものがあったんだろういろんなパターンいろんな、えー、タイプがあったんではないかということを調べていったら一つ論文としてまとめることができたというところなんですあの最初に像についてを訳してそこにホムンクルスが出てきて そこから、あのー、論文、ホムンクルスに特化して、うんえー、論文とするっていうところまでは結構大きな飛躍があると思うんですけども、うん、うん。そうだ、これでいこうみたいなきっかけみたいのはあったんですか,かえー、っとね、だから最初は、最初はっていうかね、こ日本に戻ってきてからやってるのはその名古屋大学の出版会でちゃんと読み始めた。で もう一つの論点は、実はこれ、あのー、このリベ・デ・イマギニブスは、義書の、ようやく出てきましたね、このキーワードが。偽書,書であるという疑いがずっと残されているんです。少なくとも100年間ぐらい。うんうん で実は僕は白論の段階ではまだ偽書として読んでたんです。僕これはパラケルサスのものではないという、まあ、一種の潜入観まあそういった情報があったのでそう、これはなんか怪しいよねっていう情報を持った上で研究を進めてたので、僕は偽書として読んでいて、ちょっと,ょっとあの、偽書っていうのは、贋作とか、<laughs> その、うん、パラケルサスじゃない人が書いたもの。だからそれが間違ってパラケルサスに記されたのかもしれないし、 わざとパラケルサスを名乗って、えー、書いたのかもしれないしと、まあそこは分からないけれども、ともかくそういうのを合わせた、その本物じゃないものを偽証というわけですよね。そうそうですねだから、本人ではない誰かが書いた文章。うんうん、でだから、まあ、歴史的に多分こういう偽証と呼ばれるものはいくらでもあって。 今度はユリイカに乗るんでしたっけ、そういった話がね。えっと、なでしたっけ。だからね、ギ、ギっていうのは偽という字を書くわけですよね。うん、よシード。うん。そうですね。そういどって言い方をしますが、そういどパラセールズ。シードパラセールズ。ええー、という形で、あの、言われる。まあ、一連の。文書群というものがなんとなくあって。うん、で、その一部ではない、その一部じゃないの、なんてことをよくよく言われてた、文章だったわけなんですよね。で。それ。 がまずそういった状況で僕はそこから一番最初スタートしてんです。それはもう白浪の段階からそこからスタートしたんですが、えー、その後に今から5年ぐらい前ですか、ね、平井さんとそのヒロスさんとそれディディエ、えー、のアイデアで、うん、まさにこのパラケルススの偽パラケルスス文書に関わるプロジェクトをやっていくぜっていう話が起こったわけですよね。偽パラケルススですねそう。偽パラケルス、うん、なんかあれがもう 2015年,2015年から始まってるんですけど、まあじお、実際の形になって、何かあその動いてるのは2016年で、アマデオ君も最初から参加してもらったんですけれども、まあ、その時はまだこのおリベルデ・イマギニビュスをアタックするとこまでは行ってなかったですよね、最初はね僕でもね、なんかその話を聞いたときに、もう大喜びしたんです。 ついに,要するにそのパラケルスス研究の中でずっと日が当たってない、要するに誰も注目してこなくて、できればもうみんな避けてた部分なんです。うん、あのパラケルススって、でもだんだん分かってきたわけですよね。我々が知っているパラケルススっていうものの,あのイメージ、イメージでね、<laughs> 理解しているものっていうものの結構な部分が実はパラケルスス本人じゃなくて、それ以外のパラケルススではない誰かがパラケルススの名を語って 書いた書物からかなり影響を受けている、うんえー、といった状況がだんだん分かってきたところだったと思うんです。やっぱり20世紀後半からあのかあの、ね、ちょうどパラケルススの、うんね、1994年ぐらいでしたかね。あのの辺にパラケルス生誕 500年ぐらいでい,っぱい,いろんな研究が進むいっぱいバーンと出てきたんですがその中でやっぱり少し方向性が変わってきたわけですよね。パラケルスのイメージ我々が知っているパラケルスっていうのは一体何なんだっていうところもいわば重要なんですよね。 理解しようとしているパラケルススの後の人々、その後の人々の、ね、流れの中に我々ここにいるわけなんですね、ヒロさんも。その我々が考えているパラケルススってい一体何なんだっていうところまでちょっと引いた視点が生まれ始めてきて、でその中でやっぱりちゃんとその辺、のパラケルススは誰なのかっていうところ、このパラケルススが死んだ後ずっとやってきてるわけなんですが、彼が死んだのが1543かな。 れうえー、それからだから400年450年もう,もう少しで500年になるわけなんでその間パラケルスってこういう人物だよねってみんな言ってきたわけなんですがどうやらそのこういう人物だよねっていうところに影響を与えたのが与えていたものは与えているもののうちのある部分に関してはその偽のパラケルス文章がそこにある、うん、というところがなんとなく分かってきた。 というところで僕このそのねディディエと,えとヒロさんがもう打ち上げたプロジェクトがおぉついにパラケレス研究がついに大きく前に進むぞっていう話があってもうぜひぜひ僕を呼んでくれと僕もう嬉しかったんですだからその辺でそこで名前を僕を呼んでくれたことをだからそこでもう楽しくて関わり僕ぜひやりますっていうところだったんですがその当時僕が、うん そのパラケルス、シュード・パラセルええー、偽パラケルセスの文書の中で考えていたのは、実はこれではなかったです。うんうん、<laughs> 他の文書を考えてたんです、僕実は、やるとしたら。うんうん、ただ、ちょうどその、まあ、最初にディディエとからそういう話を聞いたときに、えー、ディディエから言ってきたのは、あまだよ、なんか最近、この何、ディベート・イマギリブスあの、翻訳やったんだってねあの、日本語訳やったんだって、おめでとうなんて言っちゃって、じゃあこれやるみたいな話が、ちょっとだけ出てきたんです、そこから。うん うん、でもちろん、あのー、こういう状況、そういう状況だったので、リベルでそういう状況っていうのは、このリベでイマギニブス自身が少し怪しいと思われていただ状態だったので、うん、じゃあ、これもこいつもちょっと取り扱ってみようよ。で、他の文章と比較してみよう。どうやって比較してみる例えば、ホムンクルスだという話だった。うん、で、そこからですよねで、最終的に出来上がったのはこのアンビクス、それからまた、ね、いくつか他の平井さん、広さん、ディディが関わった。 論集も、ね、同時に出来上がっているわけなんですが、うん、そういったところから、やっぱりだから義文書との関係性をはっきりさせましょう。義文書なのどうなのというところを少しちゃんと見た上で、ホムンクルスという視点から、えー、リベでイマギニグスを義書なのかどうなのか、その辺を位置づけをちゃんとやっていきましょうといった流れが、えー、あった。そこに乗っかった。出てきた。うなるほど。 で最初にその骨格というか最初に発表したのがあこの特集号はね、えー、2017年の12月にパリで行われたあーワークショップで発表されたものがもともと核になっていて、まあ、そこで君が発表してくれたわけですけれども。 それが最初でした。その前にどこかで話をしてました。多分そこだと思う。うんうん、パリに向けて一気にあの他の文書もなかなか進まなかったので、僕、このデビューで言うんですが、うんで。やっぱりホームンクルースでもう一回ちゃんとやろうっていうところが、ようやくそこでやったのがパリの直前だったんだろうな。で、なんとなく見えてきたんでしょうね、そこから。パリが何年ですか、ね、発表のために準備している中で、 まあ、短い時間ではあったけれどもいろんなものを読み返してみて、うん、だんだん見えてきたと、うん、でそこで分かってきたのが <laughs>、まあ、おそらく僕の理解ではこの論文の肝となるのはホムンクルスっていうものの考え方がパラケルサスの中では1つではないですよといくつかのパターンがあって、まあ、3つぐらい君は累計を上げてくれたのかなそ、うん、そうですそうでですすど,どういう類型があるんですかね えっと、うん、ページ数でいくとですね、うん、うん、54ページって見せ、映せます <laughs> この辺がずっとそのリベデイマギニブスの内容をチャプターごとに説明しているんですが、うん、エスカトロジカル・モーメント、終末論があり、手相、カリスマ・ホンクリーがあって、 でそうえー、この下ですね、プラセイジアはホムンクルス・アンド・イツ・タイポロジーというところがあって、うーんファーストの話をしてね、だからゲ,ゲーテの中でそのホムンクルスを作る、それとこのアンビクスのタイトルページの絵なんですが、しかしながらパラケルススは、えー、と彼の,その膨大な あ書物群の中で、ホムンクルスというもの、アイデアをやっぱ体系化しては全くいないんです、うんで。その辺のことはもう分かっていたわけなんですが、非常にだからスプラディックという言い方を僕はしてるんですが、散発的なんです。全く関係ない、また関係ないというかさまざまな文書の中でポンとホムンクルスの話をし、そこでいきなりまた終わっちゃって。 また他の文章の中でいきないホームンクルースの話をしたり、これをずっと繰り返しているわけなんです。で、その中で、えっと、そういったものを一つ、えー、なんとか類型化しようとしてみると、えー、少なくとも3つのタイプに分けられるだろうと。で、一つが、えー、パソドジカルタイプ。パソドジカルってのは何ですか、ね、病院論でいいのかなパソドジ。まあ、とりあえず病,病気の原因的な。 パソ,ロジパソロジカルって英語でなん日本語に訳す何て言うんだろう。それでいいと思いますよ。いい病院論。それから、えーと、この論文の順番からいくと、えー、2番目がアルケミカル、三まり錬金術的なホムンクルス。最初がその病,病気としてのホムンクルス。こういっ,った方がわかりやですいね。病気としてのホムンクルス。で、2番目が、えー、錬金術によるホムンクルス。 で3番目が魔術的なホムンクルス。で、この3番目が魔術的なやつが先ほど言ったこのリベルデイマギリムス、すなわちブードゥー人形、呪いの藁人形としてのホムンクルス、この3つに分けられるであろうという議論をしています。そうすると、まあ僕の理解だと、うーんとこの、えー、ホムンクルスの類型学に入るまでに、まずその リベルデイマギニブス像についてっていうものが大体どういうふうになっているのかその書物の構成ですねでその中でどういった図像についての分析があるのかっていうのであのいくつかの類型として、えー、タリスマンゴフであったりそれから錬金術であったり先生術であったりっていうのを見ていって その後、ホムンクルスのところに入るんですけれども、そのホムンクルスも3種類あって、えー、まず、その病気の原因になる病院論的なホムンクルス、それから、年金術的なホムンクルス、それから、魔術的なホムンクルスっていうふうに3つに分けて、それぞれあの話が進んでいくわけですね。そそそうういことですそれですれの3個目がその この、えー、像についてで議論される魔術的なあーホムンクルスっていうふうになるっていうそういう理解でいいんですかねはいその通りですうんでだからあの今まで僕がこう今回この論文とかこういったね今34年でずっとやってきた DDA ディディとヒロさんと一緒にやってきた中でホムンクルスをもう一回こう洗い直してって要するに過去の研究二次文献のをずっと見てたんですけどうん,うんと一つ 分かんないんですよね分かんないパラテルススのホムンクルスってすごく有名なんです。うん、でなぜ有名かっていうとまさにそゲーテの,あのファーストに出てくるあの,図像にあ,のあのねあのイラストに描かれてるものを。を ゲーテのファーストが有名だから、パラケルスのホムンクルスも有名なんですが、でそこで、まあ、普通に、ね、日本語でもいろいろ調べてみると、多分ウィキペディアとかでもパラケルスとかホムンクルスで出てやっていくと、まずゲーテの話が出てきたり、それからパラケルスが必ず出てくると思うんです。何語のウィキペディアでも日本語でも英語でもドイツ語でも。 でそれほどまでにホムンクルスといったら、このパラケルススと結びついてるんです。その、ねまあ、結びつきの間にあるのが、だからゲーテ、ファーストなんですが、いずれにせよ、もう一回言います、ホムンクルスといったらパラケルスなんです。しかし、実際上にパラケルススの中でホムンクルスを探してみると、この錬金術以外のホムンクルスも結構出てきちゃうんです。うん、で、そうすると、何がなんだかよくある、要するに整合性がないんです。うん うん、で、おそらく僕が思うにですね、このホムンクルスの研究、特にパラケルススにおけるホムンクルスの研究というところで、一つあの大きな山を、一つの大きな、えー、と頂点を作ったのが、えーと、ウィリアム・ニューマンだったと思うんです。うん、えっと、まあ、この今ね、そのディディエとヒロさんのプロジェクトの中にもずっと関わっていて、そう、今回も。 えーとこのアンビクス、まさにこのアンビクスの特集号に彼が入ってますよね、ウィリアム・ニューマンは。うん、で彼がですね、もうんま前、15年ぐらい前に、プロメィアン・アンビション、ちょっといいですか、僕が図像を、えーと。図像図像って言ってね画面の共有を僕の方やって。<laughs> 見えますかはい。で、えー、っと、僕の方が見えてないんだな。大丈夫、大丈夫。 大丈夫でこういう本が研究所があってでこの中でパラケルスに関する、えー、とホムンクルスもかなり徹底的に扱っているわけなんですただ僕読んでいてちょっと、えー、ビルウィリアム・ニューマンは結構困ってる感じも読み取れるんです、うん、というのはやっぱりそれはあのこのパラケルスの中で全部そのホムンクルスのアイデアを拾っていくと1つにまとめるのが非常に難しいんですうんで えとただ、まあ、このウィリアム・ニューマン、ビルはなんて言ったらいいのかな、まあ錬金術のけん、錬金術の歴史なんですが、この研究所、プロメテアン・アンビションズというのは、なんて言った、えー、と要するに人類はあプロメセアンだからプロメテウス的な、えー、野望、すなわち、技術を用いて人間、人間は技術を用いて自然を模倣しようとする。 自然の力を技術によって手に入れる、もしくは模倣する、真似をする、もしくは自然の働きを技術、人、技術であるスですね、アートですよね。ネイチャーに対して、その自分たち人間の手によってその自然の力を まねたりそれからその自然の働きをさらに早めたりしようとするこれをだからあのビルはプロメテアン・アンビションズと言ってるわけなんですがプロメテウス的な野望でまさにその技術論技術人類が技術というものを自然に対して技術を追求していった、まあね、それが人類の一つの側面だと思うんですがそのような技術 的なもの一のつあるのがその技術の中の一つ特徴的なものが錬金術であるという考え方で彼は錬金術の歴史を描こうとしていると思うんですこの書物は。すなわちその自然の作用働きを真似を模倣するもしくはそれを補完する補うものとしてのアルケミ、えーという考え方 を彼は追求していくわけなんですでその流れの中で、えー、と後半の中でパラケルシスが取り上げられるこのプロミスアンビションズの中で。でそのさらにそこでホームークルスという話がどうしてもやっぱり出てこざるを得ない。要するに人間の技術を使って、えー、普通であれば子供を産む人間を作るとい,い表現ですが、でた必ず えと父親と母親のナチュラルな、えー、父親と母親がいてそこから、えー、次の、ね、世代が生まれるという形なが普通にナチュラルなんですがそうじゃなくて要するにアーティフィシャルにやるとするとそのお父さんは父親と母親を介さないで人間を作るといった考え方がまさにここにホムンクルスの中に出てきているでしょうというのが彼の議論であってさらにそれを追求していけば20世紀21世紀のいわばねうんと本当に えー、精子と卵子をこう人工受精させてなんとかするとか、ーなんかスーパーベイビーを作るといった非常に、まあ、なんといえちょっと極端な科学主義的な方向性すらも、まあ、我々現在的に21世紀の人間は、21世紀の、えー、社会としては、そういうのは理論的には見えてきているわけですよね、実際にやるかどうかとし、別として。だから非常にこの、あのー、技術論としての錬金術、そしてそれは何か、 自然を保管し、真似する技術としての錬金術なんていうところをやっていくと、現代まで実は話が続くよなんていう非常に面白い研究所なんですが、その中でホムンクルス、人間を返さないで作り上げるという話でホムンクルスが挙げられるんですが、何度もごめんなさい、話がようやく戻ります。だとしても、パラケルスの中でホムンクルスを扱おうとすると、どうしてもその単にえと錬金術的なホムンクルスだけじゃなくて、他のいくつかパラパラと えー、ちょっとそぐわない <laughs> 話がどうしても出てきちゃってそれをどうやってまとめるのかが少しやっぱり苦しかったんではないかな。で僕が見る 僕は最終的にやってみて分かったんですが、これは結局もう累計論で3つの種類、まあ,あの分け方いろいろあるかと思うんですが、3つの種類ぐらいに別々のものとして分けちゃった方がシンプルに理解できるだろうということが最終的に分かったわけです。うん、それをこのホムンクルスと名前がついているので、すべて一色体、1つのものである。パラケルスの中ではホムンクルスと呼ばれるものは1つであると。 前前もっっててて提ととしししままううわがからなくなくんですそれよりはもう別々のものであって同じ名前がついてるんだけど別々のことを語っているそしておそらくそれはその3種類別々の,あのパラケルスよりも前の伝統があるはずだというのが見えてくるんだろうと思うんですでその意味でもまあやってみたら個人的に何とかやってみたら3つぐらいに分けるのが適当ではなかったの適当ではないかというのが僕の あの、一つね、非常に興味深い点として、その最初に発表した時に、パリの、はい、国際ワークショップで発表した時に、そのウィリアム・ニューマンが目の前にいたわけじゃないですか。はい、そこで あのお前の言ってるホームンクルスは何て言うんですかこ誇張して単純化された話をしてるんじゃないかっていうまあその君のなんていうのメッセージとしてはそれが言わなかったかもしれないけどその背後にあるわけじゃないですか。あのね、それは、ね、平井さんもうう少し言うと えっと、パリの時きにはまだそこまでにあの僕出来上がってなかったんです。ああ<ー>。だけれども、見てください。2019年の、あそれえっ、ー、と、南仏の時。はい。あったでしょそそれ、はい、いやそトレイ言ってたっけあのー、南フランスで第二回目の、まあ、だそうだな、何回目でらいいんだろう。<laughs> 3回目のお国際、 ワークショップを、まあ、1週間かけてやったわけなんですけれども、そこで、だから、この話を、最初の話をもうちょっと深めたものを発表してくれたことになるのかな。うん、そうだからそれが2019ですよね、今年2020年。そうそう。ね、えー。19年の春ですね。春ね、4月、5月だったと思うんですが、その時にはもう、あの今、僕が今申し上げた話が頭の中にあったので、うん、あの最初にだから僕はビルに対して、 ビル、あなたのやってきたここまでだ。で、今言ったようなこと、全然話さなかったでしょ知ってるでしょ平井さんも。<laughs> だけど、あの中では、あのー、このパラケルセスについてのホームクルースは、やっぱりこれ、3つ別、少なくとも3つぐらいに別々に考えるべきであるっていうのは、もうあの自分の中で確信を持って,てたところはあります。で、一方で、はいえー、もちろんそこの,その結論に至るまでは、ビルの あの研究っていうのはものすごく役立っていること確かなので、それがなかったら僕、ここまで来ら,れな来られなかったでしょうから、ただちょっとその、少し僕の感覚としては、これ、ヒロさんから見てどう思うか別として、えー、ちょっと進められたんではないかなと思ってます、うん、いや、<の>まさしくそうなんですけども、ね、<laughs> 僕が興味があるのは申し訳ないが、そこで <laughs> ビルが君に対して何を言ったのかっていうのが非常に興味深い, <laughs> いや。 特にでも別にそこまで議論にならなかったでしょ議論というかなんか、喧嘩喧嘩別に僕ら。<laughs> <laughs> いや、だって。コーヒーブレイクとか、うん。えー、その食事の時とかで、ビルとホームクロスの話にはならなかったのならなかったです。ああ、当。うん。ならなかったです。まあ、それはでも、 自分であの、なるほどと、君が言ってるのは確かだっていうのを確信したからだと思うんですけれども。いくつ、いずれにせよ、理屈,理屈はこっちそれが整ってはいたと思うんです、僕の方としても。うん、で、別にだから、僕のがやってることが、僕が発表したことが、そして今回、アンビクスに乗ったことによって、先ほどもあの紹介したあのビルの研究所が、価値がなくなるなんてこれ全くないわけです。価値は一つも減ってなないわけなので、うん ね、別に靴がしいいないんです。なんか僕はその連続性の上でねビルの肩の上に乗ってぴょってちょっとだけ飛ば飛ばジャンプさせてもらったぐらいのものなの。僕の理解ではビルはその古代から現代、まあ、現代っていうか近現代までの,、うん、そのお自然と人間の技術のお葛藤を描いた本だと思うんだけれどもそこに錬金術っていうのが非常に一つ大きな。 背骨としてある話だと思うんだけれどもそこで扱われたホムンクルスだけじゃないものがあるんだよっていうのを君の論文が見事にそのパラケルサスを見ると丹念に見ればもっとバラエティがあるいろいろなホムンクルスが存在するんだってことを示せたんだと思うんですよねだからあのビルの議論を何て言うんでしょうか うん、否定してるわけでもなし。こういう話じゃないんです、これだから。うん、その彼の場合はその、君が3種類と挙げたそのおホムンクルスの類型のうちの1つを見たと、うん、いうことなんだろうけどね。どううねそうでしょうね、うん。で、彼の議論にもちょっとだけイマギニブスも言及されてるのかな。ちょっとはあったと思いますね、相当、ね、ちょっとだとだ思いますだうん。あんまりそれについて分析してなかったような。 気すするんですよね、うん、やっぱりこのねリベでイマギニブス入れちゃったりするとまた他の本、ね、この論文の中でもいく,いくつかの,あのこの魔術的ホムンクルースのが描かれているパラケルスの書物いくつか挙げてるんですがそっちも入れ込んじゃうとやっぱりねこのビルが。 描いてきたこの技術のまあね葛藤とかそういったところ自然と技術の関係性の中でちょっと議論がずれちゃうわけなんですよね。うん、だからどうしても議論に組み込みづらいっていう部分は確かにあったと思います。はいはい、それは本当に。うん、なるほど。うん、なかなかねあの非常に感興味深くてねあの僕も興奮してねやめらんなくなっちゃいそうなんですがあまりに長くなるとおお。 大変なのでとりあえず今回はこれぐらいにしてまた次回にそのここからどうやってゲーテさらににつながっていくのかっていう,、うん、うところもみんな興味があるところだと思うんでそれについてまた次時間がある時に是非とも ぜひじゃあ続きをまだまだね、まだまだ喋る。多分ん 2>, <laughs> <laughs>、ね、2人だけでこうやってやってるから、いくらでも多分ずっと、ね、やってられると思うんですが、まあ、ぜひあのお願いします、そういった機会で。じゃあ、とりあえず、えー、今回はここまでにして、えー、その続編をお近々、また君の時間があるときに、えー、収録したいと思います。今日はねあの、忙しいところ、どうもありがとうございました。と <laughs> んでもないです。またぜひ。